次ね、ドッカン戦車デラックス、ライバルの戦車をたくさん倒したら勝利っていうのをやっていきたいと思いますけど、これ向きも大事って書いてあるけど、あんな机とかねえし、俺の家どうしよう。ん？あ、これじゃない。これやな、あれ合わせてやってたやつ。噛みすぎ。なあ、本体合わせてやってたやつっすよ。おー、どうやってやんの？ OK 出してないよ、まだ俺。LR 同時押してなかったけど、今。どうやってやんの？何だっけあれ、バトルロワイヤルじゃないし、バトルキッズじゃないし、何だっけあのゲームやりたい。すっごい面白かったあのゲーム。これすんげえ卑怯ないけど、ここの角度、この角度非常に卑怯、かわいそう。あのね、バトルフィールドやったっけ、なんかそういうゲームあったよ、ファミコンの。あれめちゃくちゃ名作やよね、あれ。てってるてっ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 てみたいな音楽のやつ、あれ思い出すわ。これちょっとその跳ね返りの球がすごいこっちの繊細やけど、あと回転させて前で動くっていうこの操作感もこっちの繊細やけどさ、卑怯やなこれ。今度終わり？なんかみんなでやると面白いな、これ。みんなでやると、これこういうミニゲームないんかな。なんでこれはミニゲームじゃなくて隠しゲームなんやろ、よくわからないですよね。さっきのどんなゲームやったっけ。さっきやったのどういうゲームやったっけな、何やったっけな、忘れちゃう。マップを選ぶのあるやん、さっきのベースボールね。これはまだわかるけど長いから、こっちミニゲームでいいやん。あとビートを刻むやつも長いけど、あのワリオっぽくていいけど、あれもミニゲームでいいやんって思うけどね。